今日はクラスで席替えがありました。私はズンダモンくんの隣の席になりました。ズンダモンくんは無口で何を考えているのかわからない男の子です。隣の席だね。よろしくね、ズンダモンくん。ムス。ははは。話しかけてもほとんど返事はありません。みんな、ズンダモンくんのことを気持ち悪い、と言います。私もそう思います。ズンダモンくんなんて大嫌いです。はい、それでは授業を始めましょう。教科書の98ページを開いてください。わ、いけない。教科書を家に置いてきちゃった。ズンダモンくん、私、教科書を忘れちゃったの。悪いんだけど、見せてくれないかな。ムス。お願い。いいでしょ？断るのだ。お前なんかに見せてやらねえのだ。そんな、やっぱりズンダモンくんは嫌な子です。教科書くらい見せてくれたっていいのに、もう最悪です。嫌なやつ。お尻。え？お尻を触らせてくれたら、教科書を見せてやってもいいのだ。お尻？私のお尻に触りたいの？うん。女の子のお尻に興味があるのだ。そうなんだ。別にいいよ、お尻だけだったら。ごくり、それじゃあ、触るのだ。なでなで、なでなで。さわさわ、もみもみ、むぎゅ。はあはあ、はあはあ。不思議な気持ち、お腹の奥がふわふわするよ。もういいのだ、ありがとうなのだ。こうしてズンダモンくんは、私に教科書を見せてくれました。ズンダモンくんはすごく照れて、急に優しくなったみたいです。なんだか可愛い。もしかしたら、この子、思っていたより、悪い子じゃないのかも。そんな風に思うのでした。教授はそのことにちっとも気がつきません。